自身が今会社を立ち上げて、サッカーとかスポーツとかで地域貢献とかそういう恩返しをしたいなっていう気持ちがある中で、千葉を拠点に活動してるジンガ FC っていう、マッチクラブとアドバイザー契約を結んでもらっていたんですけど、その代表の大塚さんから3月の公式戦が軒並み中止になってて、羽生さんの力も借りながらというか、開けないですかねっていう、非公式の中ででもいいんでっていう感じでスタートしました。初めはそもそも開いていいのかっていう思いもあったんですけど、ある方からうちの息子がめちゃくちゃ喜んでるっていう話を聞いて、そういう声があるんだったらまあぜひ一回動いてみようかなと思って、それが始まりですね。子供たちにはもうとにかく楽しんでもらえればいいなと思いますし、まあ、最高の一日というか楽しかったなって言って帰ってもらえればそれだけでいいかなと思います。で、笑顔だけ見せてくれれば嬉しいなと思ってますけど。僕自身も多分ちっちゃい時にこうやってね、皆さんいろんな方が協力してくれて大会って開けたんだなって思うと、その分の恩返しじゃないですけど、そこでこう大会開いてくれた方々へ、まあ、またもう一回僕が今度はこう大会を開けるような人間になっていくことで何か恩返しにもつながるのかなとは思ってるんで。これからこう会社を作ったっていうこともそうだし、こう社会貢献とか恩返しとか子どもの成長にとか、なんかそういうところにこう貢献できたら嬉しいなと思って、アンビション22っていう会社を作ったんですけど、そのいずれアンビションカップとかっていうのを定期的にできたらいいなとか、で僕は千葉県生まれなので千葉県のそういう子どもたちに何か与えられたらいいなとかっていう思いはもともと持っていて、全ての人が笑顔になるような大会を作っていくっていうのが今の目標だと思ってます。